はい、皆さんこんにちは、ワナリガルウシです。信長の野望創造戦国立志伝の北条氏政でのプレイですね、続きをやっていきましょう。前回ですね、ついに徳川軍が北条領へ侵攻してきてですね、こちらの小田原城、攻防戦を繰り広げたというのが前回になります。で、今回はその続きになりますね。全国マップを見ていくと、やっぱり目立っているのは秀吉、徳川、この辺りになるかなと思います。今回はですね、北条としては徳川軍の侵攻を防ぎつつですね、こちらに迫ってきている佐竹軍ですね、佐竹軍も撃破して、できれば佐竹軍のですね、一部を切り取ってしまいたいなぐらいに思ってますんで、今回はですね、その続きしっかりプレイしていきたいと思います。このあたりですね、奨励できるものはもうやっていっちゃいましょうというところですね。あとはそうですね、この先佐竹軍を攻めるっていう上では、この水戸城あたりか、それか壬生城か、それともやっぱり徳川かというところになりますけど、できればここかな。正信が守ってるんだな。正信は正直言って武功で稼ぐっていうかね、活躍した武将ではないですからね。正信しかいないんだよね。正信しかいないので、できればここを取ってしまいましょうか。逆にね、侵攻を受けましたけど、反抗作戦をしていった方がいいかなと思いますからね。必ずや勝つ。みんな我に続け。出陣する。表情を始めましょう。先月の終始です。あとはですね、注意しなきゃいけないところで言うと、ここね、元桜城が取られるようなことがあると非常にまずいですね。5000の7000で来てるのが、で、味方は味方の数が足りないですね。これはちょっと援軍を出してあげないと城が落ちるかもしれないな。氏政3500でちょっと出陣しましょう。出陣します。元桜城が落とされるわけにはいかないので、そうですね、今建設で進出ができないようになってるんで、ちょっと進出ができるようにするには労力を貯める必要があるんですけど、今労力がね、他のやつで使っちゃってるので、ここは少し様子を見ましょう。待機せよ。かかれ。吉重がどこにいるんだ。吉重がね、かなりの強敵なんですよね。吉重はおそらくここから入ってくるな。なので、吉重の軍勢とぶつかりたくないので、ちょっとここは注意しながら戦いましょう。続きなさい。このまま行くとあっけなく縄文が突破されるな。続け。敵が城内に侵入しました。縄文が破壊されました。これで決める。行きます。参るぞ。ここもやっぱり兵力分散した方が良かったかな。行くぞ。縄文が破壊されました。ここで迎え撃つしかないですね。もう縄文が破壊されました。臆したか。いざ参る。
縄文の守りが弱い。薄すぎるな。縄文が破壊されました。己を信じて戦いに行きましょう。この攻め、援軍が来ないとやられる。攻めに耐え切れるか。やられるぞ。ん、元桜が落ちる。何やってるんだ北条軍は。援軍出してくれ援軍。我が軍思い知るがよい。援軍出してくれないと。表情を始めましょう。先月の終始です。何やってんだ。クルリとか結構余剰兵力抱えてるはずなんだけどな。これはなんかいよいよ江戸城の改修を急いだ方がいいかもしれないですね。木材を買いましょう。御用を受けたまわります。ありがとうございました。なんかいよいよやばい気がしてきましたね。金銭不足か今度は。佐竹よりも使者が来たか。まずいな、これは本当に。徳姫の部隊も織田城も落ちるか。これ援軍が出せない状態ですしね、自身も。さあ第二子誕生ということで、これは秀吉の話ですね。後の秀頼のことかと思います。捨て丸、一度捨てられて拾われた子は強く育つっていうね、いうのがあるみたいで、その中で今回はね、秀吉はまあお捨てというふうに名前をつけたみたいですね。この秀頼に関しては。さあ、そう言っている表情を始めましょう。先月の終始です。報告いたします。これ北条が滅ぶぞ本当に。思ったより早く滅んでしまいそうだな。なんとか立て直したいですけどね。陣所とかも立てて、置かないといよいよまずい気がするな。攻略目標変えましょう。まず城を取り返さないことには始まらないからな。ん、攻略目標に設定できない。なぜ。元桜城はどうしても取り返したい城なんですけどね。ダメか。となるとあとはダメ元で同盟してくれるところを探すかですね。ナスケか。いかんともしがたい脆弱な勢力だな。上杉と結んでおくか。ただまだその時じゃないよな。上杉勢と真田勢がぶつかってるんだよね。ちょっとどうしようもないな。小田原城は修復してる？してるね。
落ちたか。佐竹勢にかなり押されてるな。堀秀政が死んで堀秀治がご命令ください。先月の収支です。報告いたします。鉄不足になってんだな今度は。ちょっと密使を送りましょう。それと同時にさっきできなかったんですが、提案から攻略目標をやはり元桜城に設定したいんだよね。打撃ないか。できないね。で次のターンで徳川と同盟ができれば、ちょっと佐竹を食ってしまいたいですよね。ちょっと提案をご命令ください。先月の収支です。とかして生き残る道、北条が生き残る道を探りたい。徳川とは結べないか。同盟できない。とはいえ佐竹がここまででかくなると邪魔くさいですからね。対徳川に専念できなくなるんで、やはりここは提案して攻略目標を太田城へと変えていきましょうか。太田城は本拠地級の扱いになってるから、まあ難しいよね。となれば太田城以外の市場を攻略して佐竹の力を削いでいきましょうか。よし、これでいきましょう。軍団長になりましょう。教場を始めましょう。先月の収支です。もう軍団長とかガシガシなっていかないと、正直言って戦えたもんじゃないですからね。じゃあ佐竹攻略戦に入っていきましょうか。緑が、宇治政軍団ですね。で宇治政軍団はというと結城城、これは関宿であってるかな。ちょっと読み方だけ確認させてください。関宿城ですね。で他はここか、くるり城。よし、これならそこそこ戦えるぞ。では出陣していきましょう。早速ですけど、我が戦お見せしましょう。兵を出していきましょうか。まずは元桜城を取り返しましょう。結構な軍勢が出せるはずなので、この軍勢を持って攻略隊に当てましょう。いざ戦へ。もう短期決戦ですね。敵から援軍が出てくる前に我が戦ご覧に入れよう。出陣するぞ。1200敵の勢力ですね。796。よし、これなら戦える。我が策お見せしましょう。加勢します。表情を始めましょう。先月の収支です。ご詰めをちょっと用意しときますか。
表情ウジテルを出しましょう。出るぞ。ウジテルはそこそこ強かったな、今見たら。で、犬へ神兵隊、これ結構強いな。1700来てるけど、これと戦う前にまた桜城を落としましょう。兵力はもう多くはないですね。560あれば力攻めでいいでしょう。続け。まあ、問題はやっぱり佐竹領の奥深くをどう攻めるかですよね。これで決める。承知いたしました。続け。城門を破壊しました。まあ、このままいけば元桜は取り返せるはずなので、元桜を取り返した後ですよね。私に続け。無念だが聞くぞ。敵を敗走させたので、あとは敵城門突破しました。なんなら犬江神兵をここにおびき寄せて犬江神兵を討ち取るっていうのも手ですけどね。城門を破壊しました。よし、元桜を取り返した。で、犬井神兵が来てるので、この犬井神兵を待機せよ。我が戦お見せしましょう。見せましょう。で、ご命令ください。ここからだよね。先月の終始です。味方の大軍勢が攻略隊として出てるね。入場しこまりました。であれば、こちらもこの機を逃さず大反抗作戦としていきましょう。承知いたしました。宇治政も含めていきます。任せよ。ここに兵がいないので、元桜から移動させましょう。うん、違う違う、元桜に移動させましょうですね。江戸城から誰を出すかだな。しずくちゃんに行ってもらいましょうか。で、同時に提案で家臣をもらっていきましょう。どんどんやっていかないとね。出陣する。我が戦お見せしましょう。臆したか。出陣する。ご命令ください。先月の終始です。家臣の数が全然足りなくなってくるな。これ女子限定っていうのはもう無理になってきますね。となれば犬川さんあたりをもらっておきましょう。戦へ参る。ここ一気に回線を仕掛けて城を取ります。行くぞ。敵の援軍が迫ってるので、敵の援軍が到着する前に取りましょう。
まあ、ここはね、攻撃の数が非常に少ないので行きましょう。縄文を集中させる必要もないでしょう。参る。縄文を破壊しました。縄文を破壊しました。敵縄文突破しました。このまま順調に行けばこの城も取れるはず。引くぞ。無念だが引くぞ。縄文を破壊しました。敵縄文突破しました。来たね。水谷2300。水谷隊が来る前に城を落とせるかなとは思いますが、できれば挟み撃ちにしたいので。続け。行くぞ。その前に城が落ちますね。出陣します。よし、表情を始めましょう。しし、ね、先月の終始です。で、敵の援軍が右往左往してるけど、これを撃つにはどうするかだな。府中城を取れればより安心かな。ちょっと府中城の攻略目論んでみますか。任せよ。いや、ちょっと一旦ここで兵を回復させた方がいいな。騎乗する。騎乗します。戻るぞ。で、配属で小田城に人を入れていきましょう。ぬかわ宗介頼んだぞ。結構進出できるね。進出は委任しちゃいましょう。できるところがどこもないって。とりあえず城の修復は積極的にやってった方がいいですよね。領地の方でちょっとタタラバとかに変えていきますか。鉄砲ガジを。ここはタタラバ、タタラバ、鉄砲ガジをタタラに変えていきましょう。こんなもんでいいかな。2つタタラバを増設した形になりますね。で、戦力を東へ割いてたんで、小田原が大丈夫かどうか心配ですけど、小田原の防御力が1万まで回復してるか。よし、これならなんとか。いやー、主家の北条家って言ったって先代当主なんだから独立するわけないでしょっていう誘いをしてくる。普通だったらこんなあの家臣殺されますよね表情を始めましょう。先月の終始です。いくつか取ったので少しは基盤がでかくなったはずだぞ。おお、ここでは徳川勢と小競り合いが起きてるな。徳川との戦いに専念するためにはどう頑張っても
草丈をある程度食っときたいんですよね。で、こちらはというと沼田城が落ちる可能性があるんだな。これね、沼田はどうしても欲しい城なので、いざ行きましょう。で、代わりに沼田城をかすめ取るという作戦でいきましょう。続きなさい。ご命令ください。先月の終始です。うまくかすめ取ることができれば城をだいぶ変わってきますよね。鉄不足か。これはちょっと待って、マス型門に変えたいな。そうするとあとは建設かな。違う、寝室だ、寝室。元桜城で寝室をしていきましょう。いざ参ろう。よし、火星石をかかれ。ここで城を取れれば変わってくるかな。沼田の優秀な真田勢が北条の配下に入ってくれればだいぶ変わるはず。かかる。引くぞ。始めようか。我が戦を続け。臆したか。我が道を開けよ。影勝つが強いからな。普通にやっても勝ちない。女に負けて悔しくない。皆の力で勝利をつかみましょう。僕が影勝つだったな。正幸の700はちょっと戦えないな、強すぎる。ですので、宇治テルの2000をさらに派遣しましょう。4000の援軍でなんとか型がつくでしょう。加勢します。徳川の侵攻が始まったか。また報告いたします。ちょっと徳川勢の動きを見ましょう。下田が落ちたか。この小田原がやっぱり最前線になりますね。小田原の守りをしっかり固めておかないと一気に進行を受けるな。出陣しよう。出陣します。戦へ参る。出るぞ。お任せください。敵の兵力はもう知れてるので、あとはこの正幸、幸村、信幸あたりを我が配下にできれば。我が槍を受けよう。聞け。敵城門突破しました。かかれ。
ここが引き際のようだ。総大将は宇治政じゃなくて宇治照なんですね。ここはよし、これで真田が配下武将に加われば、敵城門突破しました。実際にはね、この沼田問題で北条と真田は禁煙の中だったはずですけど、ここはねもう配下に組み入れて存分に活躍してもらわないと徳川勢になすすべがないからな。よし、これであとは兵を行きましょう。急いで移動します。この辺りは徳川勢だよね。お、また戦が始まってるな。次はちょっと小田原城の攻防戦がもう一回起きそうですね。ちょっと30分ぐらい時間経ちましたので、ここで一旦終了してですね、次回は小田原城の攻防戦になると思います。お届けしていきたいと思います。最後までご視聴いただけた方、本当にありがとうございました。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。